い、こんばんは、山井坂と申します。なんでこんな体制から始めてるかというと、今散々オープニング喋って20分ぐらい喋った後なんですよ。録画ボタンを押すの忘れてましたね。いつもと違うね、生放送で使ってるカメラで今回ちょっとやってるカメラで、そんなことになってますね。いうことなんで、説明タタッとやります。今回ね、年末企画ということで、まあ年末の、特番企画はまたこの後でかいのがやる予定ですけど、その、でかくもないんだけどな、その前にね、ちょっと穴埋め的なね、クリスマス前ぐらいか、もしくは、好評だったら、好評じゃなくてもしかしたら大人の事情でクリスマスにやってるかもしれない、企画になっておりますけどね。何やるかと言ったら、やっぱ年末といえば M1 だろうということでね、M1 グランプリをザーステージでもやるやないかってことでございますね。ってことで何をやるか、まあもう書いてある通りです。味噌ワンクランプリってことですね。味噌、何かっていうと、こういうのですね。これ、つけて味噌、かけて味噌って言ってね。オフ味噌カツって、まあ、東海地方だったらもう当たり前に言うたりね。何でもかします、今度お参考とね。これはしてね、当たり前のように言えるっていう、あれなんですけど、逆にこれ言えない東海地方、嘘だろっていうのがありますからね。っていうふうなこと。つけて味噌かける味噌とかね。まあ、こういわゆる、味噌文化ってね、よく言われるじゃないですか。にね、名古屋人は何でも味噌をかけるなんてことをね、関東の人なんかにはね、揶揄を咲いたりするわけでございますからね。まあ、味噌カツにも味噌かけるしね、おでんにも味噌かけるしね。なんなら、おでんに味噌かけるというか、味噌で煮込みますからね。おでんを、味噌煮込みおでんって言ってね、とかっていうのもあったりしますけど。まあ、そのことは、それは置いといて。このではつけるよ。おでんにつけるんだ、これ、みたいなね、やつとかもあるわけでございます。なんだか、つけなきゃおでんって何の味がするのって、出汁と楽しみよって言われて、多分、大阪の関東人とかのね、派閥の方から確実に言われそうですけど、ね、味噌を食べる、ものですからね、で、ひゅうりょうような感じで使うやつになりますね。で、味噌、かけて味噌ってのがあるんですよ。で、これはね、東海運営さんの動画とかでも出てる兼ね合いで、一躍は、若い子を中心に一躍全国的にもね、有名になってるところらしいんですけど、実はね、他にもいろんなメーカーさんが出してるんですよ。私が普段使ってるのはこっちなんですけどね。当然、四日市市民ですよね。まあ、東海圏ということなんで、当たり前に売ってますし、これなきゃ料理、男の一人暮らしなんてもう本当に重宝しますからね、こいつ。ってことで、私はこんだけいろいろ味噌、呼ぶのがプラン使ってるんですけど、こいつね、そんなのがあって。まあ、今使ってるのは実はこっちなんですけど、切り殻の、これ動画でね、岡崎行った時の動画で出てきたやつですね。あれを今ずっと使ってますね。っていう感じ。切り殻タイプなのでね、こういうのがあったりします。ということで、いろんなメーカーさんが、他にもいろんなメーカーさんのがあるんですよ。ね。こんな感じでずらずらずらーとありますんで、それを一番決めようじゃないかというわけでございますね。で、ルール説明だけしておきますね。どういうふうにやるのかというと、まずはね、ブランドを用意します。要は、おかずですね。これをまあジューと飲んでね、味を比べるんかって言ったらね、やはりこれはね、あくまで料理につけて楽しむものでございますから、料理がいるわけでございます。で、今回は何を用意するのかね、すごい料理をね、作ってそれにかけるんだなって思われるかもしれませんけど、今回用意するのは、こちらです。豆腐です。楽だよ。この冷ややっこね、に、じゃあ、あと水切って、一応、今回奥さんが入れますけどね、この前動画で、3人出すのも面倒だね、エコです、エコとかって言ってね、そのまま食ってる動画とか出しましたけど、今回はちょっと一応お皿に移す予定ですけど、このね、福豊かっていうね、やつとか売ってたんですけど、これちょっといい豆腐です。ね、一丁197円だったら、170円か190円ぐらい、するね、まあまあいいお値段のね、豆腐を今回、先生、最高のね、味噌を決めるのに、ね、安い豆腐使ってね、まあまあまあ最初考えたんですけどね、あれもですし、まあせっかくの動画ですしね、私一回食べてみたかったんですよ、このクックレーター。これ三種で売ってるんですけどね、スーパー三種で売ってるやつなんですけど、三種のプライベートブランドなんでしょうね。ここに三種のマークが入ってるから、見えず、こんな感じで入ってますからね。ってことで、この福井とか、なんかいろいろ素材にもこだわってる、地元のなんか大豆を使ってるのかな、みたいな、やつらしいんで、これをね、ブランドにして、さあ、戦っていただきましょうというわけでございます。まあ、ルールは簡単です。これを開けます。まあ、皿に移して、そこに味噌をジャーッとかけてね。かけて、味噌をかけて、味噌をジャーッとかけて。で、まあ一応ちょっと生姜を今回用意しました。トッピングでちょっと軽く生姜ね、刻み生姜を用意しておいて、一
一番この福豊に合う冷ややっこに合う味噌を決めようというわけでございます。今回ラウンド1です。人気があろうがなかろうがラウンド2用のもううどんが買って用意してありますのでね、もんと無用でやりますからね、コーナーシリーズにするつもりでございますんでね、ということでございます。ということで今回はね、豆腐1丁に対して1本、まあ全部使い切りは無理だと思いますんで、さすがにかけすぎになっちゃいますんでね、適量ねかけて食べてみて、で、またそれを、ラウンド2とかラウンド3とかでね、使ってみる。シーズン1期っていうのは、まあ、もしくは、別に、奇数制限はありませんよね。大きさがこれだけ違うのがありますんで、そうするとね、でかい容量の方がね、ちょっと不利になってます。恐れがありますからね。台数、エンジンのね、奇数制限もございます。最近の F1 とかはね、パワーユニットのね、使用制限とかがありますけど、うちはそんなことはしませんよ。ということでございます。どこに向けての発信なのか全然ねピンときてないんだけどな、まあ、そういう感じでやっていこうと思います。ということで福豊からやっていこうと思います。で、今回は説明だけの動画で、この次の回でそれぞれの、商品を食べていくっていうことになると思います。一人一人ってことなので、今からね5、6丁でまとめて食べるっていうのはね、さすがに山田さんでもねしんどいんで、ね、もう余白だったんでね、っていうことなんで、まあ多分ね一人、1日1つずつ開けていくような計算でいくのかなと思ってますけど、っていうことなんで、どんどん取っていくと思います。で、今回はこのルール説明で、ね、今これを開けたのでやりますよ。そこにまあ、生姜と乗せて、まあ、一番合ったやつがね、とりあえず、ラウンド1、冷ややっこ、制覇ということでですね、冷ややっこ、あれですね、M1 グランプリ、味噌1グランプリ、ね、冷ややっこってことでございますね。サーキットは冷ややっこでございます。福豊さん。ね、福井方の木綿ですね、今回木綿しました。でも絹ごしにしようかどうかなと思ったんですけど、絹ごしだとこうだちょっとコンパウンド柔らかいじゃないですか。で、コンパウンドちょっとやっぱハードコンパウンドの方が味噌がね、ガツンとくる味噌ね合うんじゃないかというちょっとだとね、ちょっと絹ごしだとちょっと、グリップがねつかないかなと思ったんで、木綿にしました。まあ単に私が絹ごしより木綿の方が好きってだけなんですけどね、というようなこともねいろいろちょっと考えた結果ですね、最高のコンパウンドでねやっぱいかないといけない。タイヤもねやっぱねねいろんなねコンパウンドからしっかりと選んでねやらないとね、ソフトコンパウンドで行くのがいいのかね、今あれでしたっけ、タイプ1タイプ2とかっていうんですねとかってあったりしますよね。スーパーフォーミュラーだと会社に入ってるかどうかとかね、なんかいろいろあったりするんですけど、とか多いですね、スーパー GT に例えようとするとクソクソ大変なんでちょっとやめときますけど、あそこは世界一タイヤに関して説明するのが一番複雑なところなんでね、あんなカテゴリーまあないですからね、海外探してもっていうことなんで、ね、まあ、それがそれの魅力ではありますけどね、ということは多いと。今回は、このやつで、いわゆるタイヤワンメーカーじゃない、まあ、これはグリッドなもんか、設定がよくわかんないけどね、とりあえずこいつにかけて、やっていこうと思います。ということで、選手紹介をまずやっとこうと思います。ということで、まずはね、まあ、キラキラ映ってましたけど、これね、もう、いわゆる万能味噌だれ、あ、こういうの万能味噌だれっていうらしいんですけど、一般名称はね、の、まさに、代名詞、がこれですよね。つけて味噌、隠れ味噌、中野さんですね。っていうことでございます。まずこいつが、まあ、やっぱね、一番シェアもでかいはずなんですよね。ということなんで、まあ、まずはこいつかなーということで、つけて味噌、隠れ味噌。で、今日はね、この後こいつをかけて食べようと思います。で、他にもいろいろと言います。まず選手紹介だけね、終わらせておきますんでね。で、今後ね、また私見つけたらね、買って、追加で、追加試合を、やっていくと、エキストラ戦をね、やっていくと思いますけどね。ということなんで、まず、今ね、つけてみそね、でしょ。で、二つ目が、一引きさん、一引きさん、これですら、一引きっていうところですね。これね、あちらに中野は、名古屋だったっけな、ね、清須だ。ですから、まあ、終わりですね。終わり、清須城のところですね。清須城と海中のところですね。で、西部和島。西部和島にあるんですね。まあまあ、鉄道関係でもね、西部和島って言ったら、まあ、西部とかって言って、略したりします。あれ、訳してるのってうちらの周りだけかなって気もしますけど、西日っていうらしいんですけど、西日和島の、ところですね、にある中野さんの、つけてみそうかと思います。
で、ジャウンズ、2番手が、ナンバー2、まあ、こっちが1匹だ、ナンバー1な気もするけど、ここね、1匹さんの献立いろいろ味噌、これも万能味噌です。で、普段私使ってるのはこれです。一番使ってるのこいつです。ですので、ね、やはりこれは外せないだろう。まあ、ツートップですよね。やっぱ、つけてみろ、かけてみろ、有名ですけど、これが好きって人もやっぱし多いっていう中で、私には、普段はずっとこれだったんで、なんやかんやってずっとこれだったんでね、あれですよ。いろいろ書いてありますよ。合うのは何に合うのか。味噌カツ、黒吹き大根、温野菜の味噌、生野菜スティックに、これもサバの味噌になんか土手に使ってもいいらしいですよ。ポークロールの味噌に、味噌煮込みハンバーグとか、ね、もうね、ああ、もう、由来で止まりませんね。もう、これもう東海地方の人が聞いたら、合うよね、合うよね、からね。ナスの、しじ焼きやね、味噌トーストね。トーストこれちゃんと見たことなかったけど、そんなのまであるんだ。あ、で、ね、ちゃんと書いてありますよ。やっぱしね、おすすめ、五平餅まで書いてありますね。すげえ、あ、ほら、ね、ちゃんと五平餅のことまで考えてる一引きすげえなってことで。ね、一引きは三河だったから、ね、製造者は一引きは、秋田区の小道橋の方にあるんだ。で、製造所はこれ豊川ですね。あ、そうでしたね。一引きはそうでしたね。ということで、一引きの、この献立いろいろですね。ついでにじゃないですけど、今使ってるやつでね、使い差しのやつで申し訳ないですけど、本当に普段から家にあるもんでね、使ってるやつで、ピリ辛タイプのやつね。これ岡崎行った時の動画のところに、ね、出てますけど、あの時に買ってきたやつが、まだ残っとるんでね、これずっと使っとるんで、よし、こいつも使ったろうじゃないか、ということでピリ辛タイプ。ちなみに、三重県でも普通に売ってました。探してみたらね、あ、何や、売っとるんや、ということでね、岡崎ならではって買ってきたんですから、あれですね。っていうか、今度またちょっと探しに行こうかな。岡崎に行ったら、もっとね、レアネタあるかもしれませんからね。ということで、でしょ。今、3つ紹介しましたね。で、4つ目が、これね、三印の、お料理味噌っていうのがあるんですよ。こっちはね、化学調味料無添加っていう、わーっと歌ってますけどね。三印はこれね、三重県なんですね。三重県の桑名市に本社があったら、料亭赤味噌、赤だしか。ね、もうこの辺りだったらどこのスーパーでだって売ってる定番の赤味噌だし、まあ、多分この辺りだったら使ってる人多いんじゃないかな。まあ、特に何しても地元ですからね、うちのね、守備範囲、4つ目のね、守備範囲でもある、桑名市でございます。四日市の一つお隣、北隣でございますね。のところで作られてる有名な、味噌屋さんがあって、そこがもう、実は料亭赤だし、料理味噌っていう、やつを出しております。で、これも、まあ、味噌屋の定番ということになってます。あ、ちなみに当然ですけど、やっぱ冷ややっこ書いてありますからね、おすすめ料理。これはね、もう、当たり前じゃないかね、冷ややっこに味噌をかけずに何をかけるんだと。まあまあまあ、醤油かけることもありますけど、でも全部大豆ですからね、考えてみたら、ね、いいじゃないかってね、思いますけど、ということでございます。で、これね、地元の味噌ってことでね、まあ、これ使うこともあるんですけどね、いやでもね、やっぱし、ほら、今回これ、3種類売ってるあの、名店さんのあれなんで、これ、地元なんですよ。ホームレースなんですよ。やっぱり強いかもしれません。鈴鹿みたいなもんですからね。そうそうそう。中島さとるが鈴鹿らしいようなもんですかね。新しい、厄介なこと言って、中島さとるって、中島さとるは岡崎だ。岡崎の人なんでね、思いっきりこっちの人、方の人なんで、あ、次紹介するのが岡崎のやつですけどね。そうなんですよね。うん。そう考えると強いな、岡崎ってね、って言うと思いますよね。で、いうことなんですけど、今もあれですね、中島さん、さとるさんは岡崎に家あるはずですもんね。うんっていうようなことも置いといて、でその岡崎から参戦してきてるのはこいつですね、丸屋の味噌台所で、今の普通の味噌の方がね、岡崎で買ってきた、まさにこの、味噌買ってきた時に岡崎の企画で買ってきた時に、そのまんま買ってきた、丸屋さんの味噌使ってますけど、あの丸屋さんが実は万能味噌出してるんですね。これ私知らなかったんですけど、どこだったっけな、ピアゴだったかな、で売ってましたね。そうか、やっぱ相手の企業なんで、相手の方の方がやっぱ品ぞれ、ラインナップいいのかな、っていう感じでしたね。ということで、こんなのがありましたので、買ってみました。私もこれを初めて見ました。で、言うてね、これ、書いてあるんです。ここに、八丁味噌が決めてって書いてますよね。そうなんです。ここはね、愛知県岡崎市八丁町っていうところにあります。丸屋八丁味噌だって。実は、八丁味噌をなでるのは、岡崎でもこの八丁町で作ってないと、八丁味噌っていうのは本来名乗れないんですよ。うん。っていうことなんで、
まあ、いろいろ、まあ、あの、まさか牛を名乗れるのがどうのこうのみたいなのと近いですよね。ブランドの中で、ですから、赤味噌っていうのは名乗れるんですよね。で、まあ、尻尾味噌とかね、あっちの方で、終わりの方では、終わりの方で有名なブランドあるんですけど、八丁味噌って言ったら結構もう赤味噌のね、代名詞みたいに言われますけど、実はこの八丁町っていうところで作られたものしか八丁味噌って名乗っちゃダメ。その八丁町で作ってる、まさにうちが八丁味噌です。というのがこの丸屋さんでございますね。まあ、他にも角球さんとか有名なところあるんですけど、ということで、ちょっと角球さんのこれを見分からなかったんで、もしあるんでしたらぜひお教えいただきたいですよね。岡崎に行ったら売ってるよって言ったら、岡崎全然行っちゃいますんでね。まあ、そのまま、木草さんあたり寄ってね、ご飯も食べて、企画にしちゃいますから、そのまま。岡崎は伸びるはずなんで。ということで、これを、私も初めて食べます。気にませんね、丸屋の味噌だめ。これが、5番手で控えておりますんでね。さあ、どうなるのか。戦いはね、どうなるのかわかりません。わー、ワクワクします。ここからもまたね、追加でね、スーパーとか行った時に、いろんなスーパー回ってますんでね、見つけたら、また、新しいの買ってきますんで、そしたらまた、水筒は参戦っていう形でね、やっていくと思いますんでね、お楽しみにしていただければと思います。ですので、伸びた場合には、これがクリスマスキッズ企画になるって怖いなぁ。まあでもクリスマスに味噌食べたっていいじゃないですかね。ね。うん。どれぐらい喋ってんの？俺もう10分も喋ってる。無駄に喋ってんな、本当に。ね。別にいいじゃん。クリスマスに味噌食べて何が悪い？ね。クリスマスケーキにはさすがに味噌あるかもしれんけど、フライドチキンに味噌、全然普通に美味しそうじゃない？普通に俺ありだと思うな。ありだよな。フライドチキンに味噌って美味しそうじゃない？美味しそうだよね。これが、もう、おいしそうやんってなるのは、東海地方の人たちで、他の人から見たら、なんでフライドチキンにつけるって発想になるんだよって、なりそうで怖いですけどね。でも、やっぱ東海地方民なんで、普通にうまそうだな。やってみようかな。ラウンド3フライドチキンでもいいかもしれない。なんてことも考えながら、いくらでも膨らまれせるな。これ、物変えただけで、もうある嘘をつけてくだけで、企画になるかな。ってことでね。また、ラーメンの企画は企画でね、やりたいところではあるんですけどね。今回このね、もうこっちでね、やるようにちょっと用意しましたね。前は別の部屋で撮ってたのがね、やらなくなったのが結構単純な理由なんです。冷暖房設備がなくて、8月の間ね、とてもじゃないけどラーメン食べる環境じゃなかったんでね。40度近くまでね、温度上がっとったんで、食えるかって思ったんですね。ただ、まあ、どんぐらいもちょっと事情があって、取れてなかったんで、あとそっちの方ともやりながら、部屋取りもね、ぼちぼちやりながら、やっていきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ということでね、明日の動画で、まずは、中物つけてみとか、かけてみとか、やってきますんで、よろしくお願いいたします。ということで、今回は企画説明で、大まかなね、これを企画説明していきたいと思います。で、またね、いろんなやつでやっていこうと思いますので、こうご期待と。期待できる要素どこにあったかな？わかりませんけど、とりあえず私は食べて、夕飯のがてらに動画の収録もできるという一石二鳥ということでね、やっていきたいかと思います。企画だけにやりできる企画が欲しいのということで、これからね、どんどんやっていきますね。よろしくお願いします。ということで、この動画は以上でございます。どうもご視聴ありがとうございました。